カタラン数をカタラントスということで、カタラン数を語っていこうと思います。まずはこちらの問題を考えていこうと思うんですが、点 P から点 Q までの最短経路、この図のような感じで経路があったときに、点 P から点 Q まで経路に沿って移動していくんですが、その際の最短経路、すなわち寄り道することなく点 P から点 Q まで最短で向かう、そんなルート、それは全部で何通りあるでしょうか。まずはこんな問題を考えてみたいと思います。このような最短経路の問題というのは場合の数でよくあるものであるんですが、どういうふうに調べられるのかというと、こんな感じで数字を振っていけばこの最短経路を調べることはできるんですけど、この数字は何を表しているのかというと、点 P からスタートしてその点までの最短経路何通りあるのか、それをこの数字で表していこうと思うんですけど、例えば点 P からスタートしてここまで行く最短経路、これは右に移動するという一通りですので、それを1というふうに数字をつけてこういうふうに書いていくよと。じゃあここまで何通りあるのかというふうに言われた時に、これ右の一通りしかないよと。最短経路じゃなければ、例えば上右下みたいな、こういうふうに寄り道するルートもあるんですが、今考えているのは最短経路ですので、2手でここまで行ける、それが最短で右の一通りですよと。同様にここ一通り、ここ一通り、ここ一通りと、一番下の段に関しては常に右で移動していくという一通りしかないですよと。じゃあ今度2段目考えてみたいと思うんですが、じゃあここまで行くの、点 P からスタートしてここまで行く最短経路、右上の一通りですよと。じゃあ今度ここ何通りあるのかというと、今度はこれまでと違って2つの可能性があって、何があるのかというと、左から最後右に移動してここまで来るか、もしくは下から上に上がって来るかというこの2つの可能性があって、じゃあ左から来る場合1通りあって、下から来る場合1通りあるので足して2通りというふうになるよと。今倍の数の話で足し算したんですが、ちょっと注意をしておくと、倍の数で何でも足し算していいわけではなく、排反の時に足し算していいよと。今回最短経路を考えていって、じゃあ左から来る、下から来る、この2つ同時に起こることはないよと。左から来るかつ下から来るという最短経路、そんなものはないので、じゃあこの1通りとこの1通り足して2通りですよと。こういう1通りとこういう1通り合わせて2通り。同様にして今度ここ考えてみると、左から来るか下から来るかということなんですが、左から来るのはすなわちこの点から右に移動するよと。でここまで行く最短ルートが2通りあるので、左から来るのが2通りと、で下から来るのこの1通りですので 2+1 で3通りですよと。すなわち左と下のこの番号足していけばよく、ここ 3+1 で4と、3通り足す1通り、ここ 4+1 で5、こういうふうに足していけばよく、じゃあここに関しては左はないので下からの2通りで、 2+3 で今度は5、5+4で9、9+5で14で、ここ5、5+9で14、14+14で28、ここ14、14+28で42、最後の点 Q は下から来る42ですよということで、じゃあ今回 P から Q までの最短経路全部でここの42通りですよということで、とりあえずこの問題答えを出すことができました。とりあえず今こんな問題を考えたわけなんですが、今これ横5マス上5マス 5×5 という状況なんですが、これを一般化して、じゃあ N×N 同じくこういうふうな階段状ではあるんですが、これ N×N というようなこんなもので、じゃあ同様に P から Q までの最短経路何通りあるのか考えてみたいと思うんですけど、じゃあこれを数列で CN 通りみたいな感じで表すことにしようと思うんですが、この時のこの CN、 これのことをカタラン数というふうに言います。今回の問題で言うと 5×5 という状況ですので、じゃあこの42という値、これは C5、N=5 の瞬間ですので C5、 5番目のカタラン数42ですよと。でこの14に関して、これは C4 というふうになります。今この一番右無視してあげると、ちょうどここからここまでの最短経路、これ 4×4 の状況というふうになっているので C4、 これは14というふうになり、同様に C3 っていうのが5、 C2 っていうものが2で、 C1 というものが1ですよと。でこのあと C0 というものも考えるんですが、それに関してはこの一番最初の 0×0、 図形的にはないんですが、こ
ここの1通りということで C0 イコール1、こういうふうに定義するんですけど、この N×N 最短経路何通りあるのか、それを CN というふうに表した時のこの CN という数字、1、1、2、5、14、42、こういった数字のことをカタラン数というふうに言います。非常にシンプルな問題を考えているので、このカタラン数 CN というものの一般項、すなわち CN を N の式で表すというのは一見簡単そうではあるんですが、よくよく考えてみるとこれ結構大変で、実は結果自体はすごくシンプルな式で表すことができるんですけど、それを求めようとすると実は結構大変になりますので、このシリーズでは順番に進めていって最終的にこの CN の一般項ちゃんと求めていこうと思うんですが、こんなシリーズカタラン数をカタラントスというものを始めていこうと思います。今回は1本目ということで、このカタラン数 CN というものを導入して終わりにしようと思うんですが、また次回以降カタラン数に関していろいろ語っていこうと思います。とりあえず今回はここら辺で、また見てください。バイバイ。